こんにちは、ピューキシタロウです。今回は群馬県桐生市天神町で発砲事件があり、男性が病院で亡くなったという事件について、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2020年1月24日午後7時頃、群馬県桐生市天神町の住宅街で拳銃の発砲音のような音がしたと、男性が倒れていると付近の住民から110番があったということで、警察官が駆けつけると、アパートの駐車場で男性が血を流して倒れており、搬送先の病院で死亡が確認されたということです。県警は男性が何者かに撃たれた可能性があるとみて、殺人容疑で捜査を開始しており、亡くなった男性はアパートの住民とみられ、県警が身元の確認を急いでいるということですね。県警によると、現場で複数人が揉めているとの目撃情報があり、発砲したような音は2、3回聞こえたということです。でですね、客観的な意見としては、アメリカのような銃社会というか、銃殺人のようなことは起きてほしくないといったこと、こういう怖い事件が身近にあるもんなんだなといったこと、また日本も隠れた銃社会になりつつあるのかなといった意見が多かったかなと思います。ですね、自分の気持ちとしては、拳銃の事件というのは結構今年というか最近多くて、警察官から拳銃を奪ったりとか、警察官が拳銃の手入れをしていたら発砲してしまったりとか、あと威嚇射撃とか、いろいろと日本で発砲することが多くなってきましたね。一昔前というか、少し前だと発砲してはいけないといった風習がすごく多くて、そのために警察官が殉職されたりとかあったりしたんですけど、近年は撃ってもいいんじゃないのかなって言ったことが多くなってきて、その犯人とかが、すごく凶悪な場合に限りとか、そういったことなんですけど、ただ、一般人が持つというよりかは、どっかから流れてきた拳銃で撃ったりとか、そういった関係者の拳銃の扱いが結構頻繁に多くなってきてるかなといった印象がすごいあります。一番は何も無関係な人にね、当たったりとか、それで、死ぬまでもなく、ずっと後遺症が残ってしまう怪我を負ったりとか、今回本当に亡くなってしまったので、そういったことがあるとすごく怖いなっていった印象ですね。犯人見つかってないし、この被害者の男性との関連性もまだ分かってないので、狙った相手がこの男性で発砲して殺したっていうんだったら、まだある意味安全なところなのかなと思うんだけど、本当に無差別で殺したというところになってくると、すごく近隣の住民の皆さんがすごく危ないので、群馬県警の方は全総力を使って犯人を見つけ出してほしいなといったところですね。危ない。ということで、今回は群馬県桐生市天神町の住宅街で拳銃の発砲音がし、男性が亡くなった事件についてお話ししていきましょう。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。